カルセドニーが一緒に来てくれて本当心強いよ。礼を言わねばならんのは私の方だ。民シングメテオライト、カルセドニーアーカムの名にかけて、この水臭いこと、もしお前が頼まなくたって俺たちきっとお前のことも見捨てたりなんかし、それに俺お前が琥珀のスピルーンを取り戻す手伝いするって言ってくれ。ああ、仲間、そうか、だからよろしく。いよいよ次が最後のスピルーンなの。うん、あら、いきなりどうし、だって俺たちイネスの商売をじゃここまで付き合ってくれたじゃないか。今さ、まったくだ、俺一人じゃありがとな、イネス。おだてたって、あなたたちの契約分かってるって。そうさ、おだてたくらい。シング、翡翠、これがソーマの力だ。いや、おめえの力だ。そう、俺の力だ。流されすぎだろ。これくらい朝飯前だよ。俺なら夕飯前だ。張り合ってどうする。力がみなぎる。出やがったな。
呪いぜ、甘いよ。チョロ甘だな。力がみなぎる。強く慣れた。一掃するぞ。これが、ソーマの力だ。いや、おめえの力だ。そう、俺の力だ。流されすぎだろ。この海の先に軍の手が回る前に、船の手配をした方がいいだろうな。そうね、乗せてもらえる船がない。おやご一度、こんな返境。カーネットさん、軍と教会の争いでフランスールを通る貿易路が封鎖されてし、北の特産品を船で運ぶためにやってきたわけでして。北の特産品。おやおや、これはこれはまた随分な伊達男さん。イネス姉さんなら北の特産品よくご存知ですよね。そうね、知ってるわ。探せばすぐ手に入るはずよ。ちょうどいいじゃない。
私たち。そっか、あ、ガネットさん。あっしはベンディア・ガネット。頼まれればなん、まずは積み荷を運ばないと出港できやせん。主な積み荷は落選下で作られた落選酒ですさ。荷運びを手伝っていただけるならご一同を目的の場所までお乗せしやし、港の入り口の倉庫に積み荷を預けてありやすんでお願いできやす。荷物ではお願いし、それは多分容量を得ませんな。センイネスの姉さん。そうね、私も頼むよ。イネス、俺たちはシング、あ、キア。どうしたのさ、イネス。ちょっと荷物を運んでくるだけだから心配しなくても平気だよ。さあ、まい。ガネットさんの手伝いで船に荷物を運びたいんだけどさ。落選手だよ。ああ、落選手。そんな、あれは揺れに弱い繊細な酒だ。船便じゃ味が落ちて売り物にならない。はあ、船で運ぶと売り物にならねえ。そんな大事な話。相馬、リンク。何？琥珀の身に何かあった？迅速なる琥珀の安全確保を提案する。きっとあの、すでにここまで手が回っていたのか。お前たち、琥珀とイネスに何をした？ガネットさん、いらぬ被害を出さないよう、ご一同には外れてもらったんでやすが失敗でやした。シング、イネスが。ガネット、てめえ軍の手先だったのか。こうなっちゃ仕方ありやせん。帝国軍国務相馬招待。了解。うわっ！特務相馬招待、帝国軍の相馬使いか。だが相馬使いも一体ならば。イネス、紹介しよう。帝国軍特務部隊ジオストリーガウ隊、そしてイネス・ローレンツ少佐。帝国軍の少佐。じゃあイネス。そういうことになるわね。琥珀のスピリアに眠る力を確認し、我が隊が独占すべく誘導する。それが私の。嘘。いいえ、シング、私は軍の人間。悪いようにはしないわ。おとなしく降伏しなさい。てめえら、琥珀のリチアの力を手に入れ、粛清と再生を行うぞ。諸君らも教会と軍の醜い争いを見ただ。あの愚かな姿は今の世界その、権力者も民衆も平和になれ、タイだとゼロムによってこの腐った帝国を破壊し、この帝国軍特務部隊司令アイザック・シルバの礼を言うよ、シング君。君たちがかき回してくれたおかげで軍と教会の力を効率的に削ぐこと、今リチアの力を手に入れて決起すれば、我が部隊だけで一気に帝国を打倒できるだろう。いつの時代も似たような妄言を吐く輩がいた。黙れ。うわぁ、君才。とっくに錆び朽ちたと思った。まだ稼働。インカローズか。理解したぞ。インカローズ。ぐわっ！やめて、
私はあなたたちと一緒に行くから。なるほど、この小僧を人質に取れ。だが生涯は極力。了解。ローレンツ少佐、裏切る気か。ストリーガル、越権行為、命令を下すのはシルバ大佐、インカローズではないはず。シング君、私は君たちの能力を高く評価して、どうだ、リチアの本体が目覚めれば琥珀さんは必ず解放すると約束しよう。断る。ゼロムを利用しようとする奴に協力なんてできるもんか。それにインカローズはじいちゃんの仇。そうなら、総末会相手にあれの実戦テストを行ういい機会。憑依兵起動。やれ。出やがったな。見せてやる。輝け俺のスピリア。いっけ切り裂け。バナナ。これで終わりだ。超人間だ。憑依兵化した特務部隊を一周とは、さすがだな。これでもスピルン反応。てめえが琥珀のスピルンを持って。俺のことかな。それは琥珀のものだ。返しやがれ。そうはいかない。これはゼロムの謎を解き明かすため我々には必要なもの。ローレンツ少佐、彼らに協力の意思はないよ。待ってください、大使。イネス、命令の復唱はどうした？了解しました。彼らを完全排除します。冗談だよね。ごめんなさい、これが現実な。シング、そんなスピリアのこもらない相馬じゃ誰一人ね。リチア様を害する者は何者であろうと。メテオライト、現実を見ろ。バカ、あんたらの方こそ現実を見ないよ。みんなボロボロ。早く逃げないとみんなに殺されちゃうよ。いい判断ね、ベリル大佐。私は彼らを追撃します。召喚も甘わん。イネス士官学校以来我々は、そして眠り姫の待つ茨の森へ。やつらの始末、見と。この人数じゃここまで飛ばすのが精一杯か。逃がさないわよ。せめて私の手で。そんなのダメだ。警告、殺害を前提とした全力。本気でかかっても今のイネスに勝てるなんて思えないよ。どうやらベリルが。イネスも世界なんて知らないわ。でもあの人の再生を私は願って。そのためには琥珀の力。あの人。そうよ、あなたが琥珀を助けたいように大切なものを全て帝国に奪われた大佐の目的はあの人のスピリアを癒すために。
いだ。倒れてもらう。イネスの繊維消失を確認。くそ、こんなのって。これがイネスの思い。イネス、おめえは力がみなぎる。まだまだ強くなるぜ。修羅場をくぐってきた甲斐があるってもんだ。戦闘を積み重ねた結果だ。本気の私が叶わないなんて。自分に嘘をついちゃダメだよ。さっき今のイネスの相馬、本当はみんな軍の追っ手がかかる前に、私がいる限り決して琥珀を悪い大佐には、私があなたたちを。自分に嘘をついちゃダメだって。イネス、俺が琥珀を助けたいように、イネスもあの人をシルバ大佐、そのイネスの本当の思いを。そうすればきっと届けられるかしら。大丈夫さ、運びは日々名実に。これは俺にも、イネス。シンク。やはり裏切ったな。人間の女のスピリアなど、よ。お前は、じいちゃんの仇。お前はまだ殺すわけにはいかんのだが、お前の思いとやらが本物というのなら、あの、そこの裏切り者を連れて出向いてくれる。ねえシング、みんな本当にいいの？俺、じいちゃんに言われ。無理やりにでも連れて行く。イネスの戦闘。胸の大きな美人が困ってたら死んでも助けろにゃ。私は皆が良ければそれ。しっかし
特務部隊司令や俺の相馬の代金くらいは。あ、翡翠だけずるい。手伝うから僕の相馬の権利を返。ありがとう。さあ、琥珀と琥珀のスピルーンを取り、相馬が琥珀のこの力ね。琥珀が連行されるのは以前潜入したことのある。でも特務部隊の手によって完全に封鎖され、現潜入する策はあるの。ヘンゼラへ行ってチェンターレを訪ねましょう。チェン？チェンターレンは特務部隊に物資を下ろして、彼と交渉すれば大佐に知られることなくリグナトル。分かった、イネスに任せるよ。お、船が入ってきたみてえだな。ヘンゼラまで乗せてもらえないか。今回も無事いい航海だった。あ、前に俺たちを乗せてくれた船長さん。おや、相馬使いの坊主じゃないか。この船はチェン商会の船ね。ああ、ここで荷を下ろしたら。じゃあこの船に乗せてもらって、ヘンゼル。琥珀のためには仕方ね。